おかっぱりのシーバスフィッシングからオフショアのビッグゲームまで、海のルアーフィッシングをお送りするソルトドリーマー。今回は茨城県が舞台。まずは中川河口で夜のウェーディングゲームに挑む。ターゲットはシーバス。果たして今回もランカーサイズをキャッチすることはできるのか。はい、ですね、ここはあの中川の河口になります。最河口部ですね。それで今からですね、シーバスをルアーでちょっと狙ってみたいと思うんですが、この岩井町の堤防、暗くてちょっとよくわからないかもしれないですけど、この堤防があって、中川本流の方に、この字堤防っていうのがあるんですよ。で、今回狙うのは、川の方ですね。本流筋から流れてくるベイトを、食いに来るシーバスで、かなり流れのよれが出るところなんで、そのよれを見つけながら、狙っていきたいと思うんですが、ちょうど今があの満潮から、1時間半ぐらい、大体2時間ぐらいするとあの川の流れがきつくなってきて、それからこうね、その流れにシーバスがつくようになるんですけど、ちょっとね、まだ気持ちは早いですけど、様子を見ながらちょっとね狙ってみたいと思いますんで、行ってみましょう。今回使用するタックルは9フィート6インチのシーバス専用ロッドに3000番ハイギアのスピニングリール、ラインは PE の1号、そして30ポンドのナイロンリーダーをセットした。はい、とりあえずですね、ウェディングゾーンにちょっと入ってきました。気持ちまだね、やっぱりこううねりがね残ってる感じなんで、流れがちょっとね、本流本来の筋からはちょっと沖の方にあるんで、ちょっとね引き量を出して狙ってみたいと思います。ルアーはトライデントの 115S ですね、シンキングペンシルで、これでかっ飛ばしてね、沖の潮目をちょっと狙ってみたいと思います。ここでは 11.5 センチのシンキングペンシルをセット、広範囲を探っていく。潮の流れはちょっと緩いですね。なんか触りましたね。早速何かがルアーをバイトしてきたようだ。なんか触りましたね。時期的にね、ちょっとね、今バチがね、こう秋バチが抜けてるんで、結構ね他の魚ですね、ボラとか丸太も多いんですよね。流れの筋ですよね。この日はうねりが高く、普段立ち込むところより数歩下がらなくてはならなかった。そのため飛距離を重視し、より遠投できるミノーへチェンジ、流針付近を探っていく。この後も干潮から上げっぱなまで河口付近を探るが、反応はなく終了となった。ここは日沼川のですね、中川との合流ですね、通称三股って言われてる場所なんですけど、まだ今上げが残ってて、これからあと30分もしないうちに多分下げ出すと思うんですよ。で今ねちょうど秋バチシーズンで、結構ねバチが水面にねこう流れてるのがよくわかるんですけど、それを食いに来る、シーバスですね。
肩が小さくなるかもしれないですけどね、まあ、ちょっとこう狙ってみたいと思います。ルアーがですね、バッチのサイズに合わせて、トライデントの 90S シンキングペンシルですね。バッチもサイズがいろいろあって、小さいそうですね、5センチぐらいのバッチから20センチぐらいの、ね、大きなバッチいろいろいるんですけどね、ちょっと小型のバッチを送ってる傾向が強いんで、この小型のサイズのシンキングペンシルを選んでみました。まあ、ちょっとやってみましょう。とりあえずまず流れを見るためにちょっと一回キャストしますね。まずは9センチのシンキングペンシルでチェックしていく。満潮から下げがね、やっぱり一番反応はいいと思うんですけど、下げが効き出すとね、かなり潮の流れが速すぎてちょっとね釣りにくいんで、ちょっとこの潮が緩いタイミングで、ちょうど今丸太か何かがね水面でこうバチを送ってる感じはあるんで、上で食うか下で食うかですね。あとは当たりましたね。やっぱりバチ食ってるからね、当たり方がこうモソって感じですよね。結構流針の方ですね、今当たったのは。ちょっとルアーのサイズ上げますね。まあ、バチってボトムのねこの柔らかいところからこう抜けて水面に出てくるんですけど、バチがね多い時ってこう下から抜けるやつをそのまま食ってるやつが多いんですよ。水面に浮いてくる前に結構ねそのシーバスが食うことが多いんで、だから表層に結構バチが見えててもね意外と下の方で食うことが多いんですよね。もうちょっとね水面にこう捕食とかねこうボイルとかライズリングが見えればいいですけど、ちょっとレンジは下っぽいですね。本当に10回15回投げてやっとどっかで1回当たるような感じですね。まだ潮の流れがねほとんどないですから、ちょっと潮がねこう流れ出してこうどっかバチがねこう溜まるところがあればいいですけどね。よし、来た。ヒット。ここで待望のヒット。かなり小さいですよ。しかしガンガン負けるぐらいですからね。まあ完全にバチ食ってるやつですね。やっぱちょっと表層にねもんじが出てきてね、ほらこのサイズですよ。やばい、小さいですね。本当に生後ですね。もう完全に生後です。このサイズがねやっぱりこう水温が下がってくるとやっぱ多くなってくるんですよ。で特にこのバチが抜けるシーズンはバチを食ってるやつはねでかいやつもねバチを吐き出すんですけど、どうしてもやっぱりこの小型のサイズがやっぱり多くなっちゃうんですね。で今もちょっとね水面にもじりがちょっと出てきたん でそこに沈めてたやつを今度上げて上を引いたらまあこう当たってきた感じで、こう横持ちも何もないですけどねこのサイズですからね。まあ綺麗ですけどね。あ、すいません、かなり綺麗な、これが生後ってやつですね。本当にこの日沼川でねこの生後をね餌釣りでメインで狙う人もすごい多いんで、結
構有名ですよね、日沼川の聖母釣りっていうのは。まあ、今の時期はねちょうどバーチ食ってるんで、このサイズもねルアーに食ってくれますけど、まあ可愛いサイズですね。よし、リリースしてみましょう。よいしょ。残念ながら聖母クラスのシーバス、予想外の展開で鈴木のこの日の組み立てが狂ってしまった。続いてベイトフィッシュとなるイワシの群れを求めて鹿島灘を南下。数日前から青物が回っているらしかった。しかし足が速いため捕らえるのはなかなか難しい。ポイントをいくつか回って鳥山を見つけるしかなかった。しかし偶然にもその鳥山を発見することができた。期待感は一気に高まっていった。多分稲田が回ってると思うんですね。ちょっとね飛距離が大体そうですね、鳥山まで60-70メーターぐらいあるかな、距離が。トライデントの115Sですね。これでちょっと遠投して狙ってみたいと思います。はい、鳥をね、鳥のところにルアーが届かないとちょっと釣れないんで。いい感じですよね。なるべく鳥が近いところを狙いますから。ちょっと微妙に遠いんだよな。ここで鈴木は飛距離を重視し 11.5 センチのシンキングペンシルをセット。鳥山までなんとか届かせるのが肝となる。うわ、あと15メーター20メーター欲しいですね。飛距離がもうちょっと前に入りますね。着水で今渡りましたよ。おし、来た来たよ、来た。おお、ここで狙い通りヒット。着水してすぐに食いましたね。引きますね。やっぱりね、鳥山がね近い時ですよね。ベイトをねこう見つけてね、鳥が近い時にやっぱりベイト食いに入ってくるね。魚まで、ね、こうルアーが届けばやっぱり食いますよね。ちょっと波の力を利用してランディングしますね。稲田ですね。波が来た時に一緒に、よっしゃー、がっちりテールくくってます。よっしゃ、狙い通りですね、トライデント 115S で遠投してね、もう着水してすぐですよね。まあ稲田ですね。いいですね、やっぱり鳥がね、おうおうおう、元気元気。いいですね、やっぱり鳥がね近寄ったタイミングでルアーがねちょうど届けば、こんな風にねヒットしますよね。ほら、マッチザベイトですね。ルアーとほぼ同じですかね。11センチぐらいですね、カタクチイワシが。ちょっと入らないと届かないですね。浜にカタクチイワシが打ち上げられていた。まさにマッチザベイト。果たして次のキャストはどうか。おお、おっしゃ、来た、ヒット。おらー、入れ食いですよ。
やっぱカタクチが入ってきたんでね、群れが回ってきましたね。再びヒット、連発となった。いいですね。もう多分ね、あの辺のこう駆け上がりのブレークラインで、ね、多分カタクチがもうついちゃってるんですね今。やっぱ引きますよね。特にねサーフの場合はこう波があるんでね、これ無理して引くとね、無理して引っ張りすぎると口切れするんで、まあ、自分がこう下がってあげた方がいいですよね。波を見ながら引き波の時にね引いても口が切れますからね。この波が来たタイミングで一緒に上げると、そうすると簡単に上がりますから。おお。よし。今も波打ち際ですね。結構波打ち際まで遠投して着水しても巻き始めですね。やっぱりカタクチワシがねこう砂浜にちょっと入ってくるぐらいなんで、だいぶ群れが寄ってるんでしょうね。ただやっぱ飛距離出さないと、もう着水した時点からちょっと当たるような感じなんで、ちょっと飛距離がやっぱり必要ですよね。このルアーだとね 80m ぐらい飛ぶんで、ちょっとしたねメタルジグ並みの飛距離と、あとはアピールがね新ペンみたいにねこうひらひら泳いでくれるんで、意外と使いやすいですね。雰囲気最高ですね。うりゃー、 おう、もう着水同時に当たってますね。青物のね本体は向こう側なんですよ。鳥がいる方向なんですよね本体は。ただその本体から離れた、まあね稲田がこの結構手前の波打ち際を回遊してるんで、うわいいですね。鳥が突っ込んでますね。これはいただきでしょう。これはいただきだな。おら食ったよ。狙い通りヒット。波打ち際にあの波が盛り上がった瞬間、カタクチのね姿がすごいよく見えますよ。もう稲田祭りですよ今日は。いいですね。鳥があれだけいてね、イワシもいっぱいいますからね。うわーすごい鳥が。おお、だいぶ引きますね。お、ちょっと詰めますね。よっしゃ、太ってるなこれも。ちょっとサイズは上がりましたね。よっしゃ、気持ちちょっとね太さが出たかな。やっぱこのぐらいになってくるとまたパワーがちょっと上がりますよね。いいですね。今がやっぱり釣り頃ですよね。地合いとしてはね、朝一番にナブラが出る場合と、結構ね今はもう満潮から下げなんですよ。でもう時間的にももう昼ぐらいなんで、それでもね朝何にもなくても結構昼にこうやってね、鳥山が出たりするんで、だから細かくね本当にポイントポイントで欄干してやっぱり様子を見ないとね、まあこういういい思いはなかなかできないんですよね。そうするとねこういうやつがもうバンバン食ってくれますからね。いいですね。今の時期の稲田はね結構こうね肉厚で脂乗ってますからね。引きもいいし食ってうまいし、いいですよ。よし、こんなのがねもうサーフからねガンガン釣れるんですから。